みたらし一個だけ。一個ずつ。一個だけでしょ。一個にしよう。美味しそう。来た。めっちゃあったかい。一個食べよう。あったか。出来たて。めっちゃ素敵。見て。そう。お皿に見て。パスタだ。何の池って？お皿の池。紅葉ですね。紅葉が綺麗だ。めっちゃ綺麗な夕焼け。これから。村町の方へ行きたいんですが、道がわからないので勘で勘でちょっと行きたい。いろんなとこブラブラ歩いて行きたいと。お揃いの爪にしました。靴もニューバランス。ネギさんのやつをあげた。入っていきます。あ、奈良公園。現在地。残り5とか残り3とか、個数も入ってます。あ、美味しそう。試食。あ、何味？ほうじ茶。ちょっとほうじ茶の試食してみて。え、こんなんあるんや。すごい。ちょっとこう。珍しいな、ほうじ茶。おいしい。見て。うん。おいしい。バターも買う。帰り買う？うん。ちょっと帰りに。ゆっくり。
どんな店がある？かわいい。元気。楽しいな、いろんな味があるから。何の味？シュガー、シュガー、シナモンシュガー、めっちゃ美味しい。うん、メイみたい。あ、メイ。メイがいる。メイと表面だよ。うん。味が違う、うん、ミルク。ザラメ？ザラメ。赤谷丼？うん。うん。こと。うん。甘じょっぱ、甘じょっぱに極みや。美味しそう。うわ、綺麗だ。めっちゃ綺麗。あったかい。います。レモンもめっちゃ美味しい。もちもち。なんかもう最高。はい、ということで奈良町散策ぶらぶら一瞬旅でしたが、皆さんもぜひ次は明るい時に行ってみてください。では1300年おめでとうございます。ガイドリッシュー